れは大手軍事企業ブラックベル CEO の娘、うん、その後ろには人民議会副議長の娘、男子の中には保安局要人の息子も。クラスメートはお宝情報の山か。全員と仲良くするんだぞアーニャ。私ベッキー、あなたは？ガキっぽい子、世話役くらいにはしてあげてもいいかしらね。はっ、す、もう！おーい！え？なんでお前がここに？安心しろ、海水だ。ねえねえ、そういえばさ、誰に向かって口聞いてんだこのドアホが。いちいち馴れ馴れしんだよ、黙ってろ。堀さん、俺もう嫌だからね、怒鳴るのはこれっきりで。雪村くん、やっぱりダメよこんなこと。実験の途中だ、逃げるな氷室。雪村くん、よし終了。15時27分から10秒間いわゆる壁ドン行為を実験。なるほど、女子の家畜はミケ、負け猫というわけですね。猫だなんて可愛いじゃありませんか。にゃんにゃん、ギャンブル中毒の負け猫だにゃん。うっかり生徒会に負けちゃってさ、億も借金しちゃったにゃん。もっともっとギャンブルしたいにゃん。こっ、夢子、何やってんだ。手伝うんだったらいいんですよね。なんてこと。僕が部長を持ち上げます。部長が取り替えてください。余計なことするな、ほらせんバカ。手伝わせてくださいよ、手伝いたいんですって。とにかくダメだ、これはダメだ。え、高い高いはダメなんだ。そうだ、木島は言わなくてもいつも私に優しいじゃない。なんですかこれは。パンツ見えてたよ。そんなに言いにくいならしずりと呼んでも構いませんわよ、暁古城。ああ、いや、それはちょっとな。何か不満がありますの。わお、この無能吸血鬼。いやあ、ちょっと何すんの。奴らは匂いに敏感だ。は？特に女、子供、エルフの匂いには。いやよ、ちょ、こいつ止めてよ。慣れますよ。気持ち悪いよ。おいそれとは負けられん。何度か打ち合いをし、息切れと同時に仕掛けるか。奴の剣を叩き落としたと同時に俺も剣を手放せば引き分けに持ち込める。レイヤー今だ。じゃないような。でも久しぶりに子守歌付きの睡眠もすやー。自分の弱さが憎い。力が欲しい。開かない。
いちいち大げさな人だな。俺は知っている。お前たちのような不良の心を正すのは努力や友情ではない、無償の愛だ。イヤッホー！何この状況？どの人？どの人？血を狙うぞ。終わったらかけ直して。え、ちょっと返して。で、あいつ、いった。くそ、なんだよこいつ。マジ警察呼びに行こう。え、警察？なんか偶然通りかかったら助けたみたいな感じになりましたね。どうしてこんな未来なくて、でも言葉が出なくて、頭の中ぐるぐる回り続け。